こんにちは、速稼塾の久保です。Jコスメについての放送を見ていただきましてありがとうございました。ご覧のようにですね、会社の状態が変わったということですけども、ということはね、裏を返せば会社は存続して生きているってことだと思うんですよ。で、そういうところが見て取れるだけでもまだね、次につながると思いますし、やっぱりね、私たちも無関係じゃないんで、少なくとも取れる情報は取っていければなと思います。今好か不幸か発信されている情報とか、私たちがサーチできる情報ってのはそんな多くないんで、ほとんどカバーできると思うんですよね。その上でなんとか生き返ろうとしているっていうのが現状じゃないかなと思います。もちろんね、どう捉えるのもそれぞれの自由なんですけども、私の場合はね、やっぱりこの会社が元通り強さを発揮したら、やっぱりもう一回ね、返り咲くんじゃないかなというふうに思ってますんでね、お人よしなのかもしれませんけども、結局信じてみようかなという気持ちが残りますね。でもただ信じるだけじゃなくって、ちゃんとやっぱ実利も得ていかないといけないんで、実際に、この会社を使ってね、利益を上げているところではありますよ。今度ね、ちょっとでかいね、お話をね、させていただきますんで。だからずっと情報を受け取っていけば、見えるものも見えてくるんですよね。でももう関係ねえやと思って離れてしまえば、それで終わりなんですけども、どう見るかですよね、だからね。他のところに乗り換えていくのか、それとも、手の内にある情報をしっかりと使っていくのかね、意見の分かれるところじゃないかなと思います。近々またね、大きなニュースをお知らせしようかと思いますんで、お楽しみにされてください。けど肝心なのは、いつまでも必要以上にこだわっていないで、自分のビジネスを作っていくことなんですよ。結局はどっか任せ、どっか由来のものにずっとね、おんぶに抱っこぶら下がりしていくんではなくって、自分で開拓していくことじゃないかなと思うんですよ。やっぱこう、自分のビジネスを手に入れたり起業するわけですから、小判ざめのようにひっついていってね、誰かの恩恵おこぼれを得ようっていうのではなくて、自分の意思で商品を流通させて、自分の力で、自分に富をもたらしていく、社会に富をもたらしていくってことをしなければ、やっぱり豊かさとか自由には巡り合えないんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあまた引き続き情報の方をお楽しみにしてください。失礼します。